エスカッシャンと申します。リーボックの80年代を代表するテニスシューズであるクラブ C を語りたいと思います。90年代の頃から定番と言われながらも、私の周りにいるスニーカー好きの間でも愛用してる人間は一人もおらず、現在の日本では比較的語られることが少ないという印象です。コートビクトリーを愛用したことでも知られるテニスプレーヤーのマイケルちゃんも80年代の一時期クラブ C を履いていたようですが、少なくても現在の日本では過小評価されてると言わざるを得ないモデルです。さて、まず先にリーボックブランド全体の歴史を少しだけしておくと、創業は1900年でイングランドにて誕生します。トラック用のスパイクシューズ製作から始まり、1930年代にはサッカー、ラグビー、ボクシング、クロスカントリーなど様々なシューズ開発に着手します。そして1958年に創業者の孫が社名をリーボックに変更。アスリートからの評価も高く、70年代に入るまではプロユース用にスパイクシューズなどを作り続けながらも、タウンユース用のフットウェアとしてはまだ本格展開しているとは言えませんでした。そして1979年にリーボックはアメリカのシカゴで開催されたトレードショーに参加したことがきっかけで米国リーボックが設立されることになり、その後1984年にリーボックはイングランド企業からアメリカ企業になります。この米国展開のきっかけを作ったポール・ファイアマンの手腕もあり、80年代に入るとエアロビシューズでブランドの人気が大爆発して、86年頃にアメリカでナイキの売り上げを上回るほどのビッグブランドにまで急成長します。ナイキがスポーツブランドの頂点に立った矢先に不意打ちでしばかれる形になったわけなので、ナイキ幹部の焦りは相当だったことでしょう。80年代前半という時代に女性に焦点を当てた戦略が成功の大きな要因だとも言われています。ナイキもアディダスも女性を軽視していたわけではないですが、第一優先で考えたシューズ開発というまでの考えはなかったことでしょう。この時期といえば85年に AJ1 をリリースしていますが、リーボックに勝つには87年登場のエアマックス1とエアトレーナーのリリースを待たなければいけません。ここの80年代後半からバチバチのテクノロジー開発競争が90年代後半まで続いていくという流れです。現在のようになんや言うたらコラボコラボコラボという時代ではなかったので、純粋なスニーカー好きにとっては面白い時代だったと思います。もちろん私もコラボモデルは買いますが、さすがにここまで来るとありがたみもあったものではありません。そんな80年代半ば、ナイキやアディダスも市場のニーズに合わせてフィットネス系というか室内トレーニング用のシューズを出しますが、なかなかヒットモデルを出せないところに新興勢力のアビアやケイパといったブランドが漁夫の利を狙って一瞬存在感を出したりもします。そんなフットウェアの世界で快進撃を続けてる絶頂の1985年に登場したのがこのクラブ C なのです。テニスシューズですが、登場時からすでにタウンユース用としても愛されることになります。本当の情報化は定かではありませんが、北米でのテニスシューズとしては一時期 20% を超えるシェアがあったという記述もあるくらいに売れていたというわけです。ちなみに近年でも復刻リリースがされているリーボックの古いモデルはせいぜい米国リーボックができた頃の70年代末期のモデルなので、メジャースポーツブランドの中ではニューバランスと同様に歴史自体は長い会社でありながらも、あくまで一般人が履くようなシューズのアーカイブとしては
70年代以降のモデルしか見ることはできません。そういう意味ではカジュアルシューズ展開としては新参ブランドという見方もできるわけなんです。こんなこと言うと怒られそうですね。リーボックの80年代の定番モデルの一角でもあるクラブ C なのですが、現在は若い世代のメンズには需要がないイメージです。そんなことはないんでしょうかね。実際に私自身も若い頃は興味がありませんでした。特に90年代の頃のリーボックはバッシュにしか目がいってなかったので見向きもしなかったモデルです。各スポーツブランドの中でも、例えばナイキならコルテッツ、ブレイザー、オースワン、コンバースならオールスター、ジャック・パーセル、ワンスター、アディダスならスタン・スミス、スーパースター、キャンパスのようにそのブランドを代表する定番モデルがありますが、リーボックの場合はポンプ・ヒューリーは除外したとして、一般的にはクラシック・レザー、クラブ・シー、ワークアウト、この3足と言われていますが、これらの登場はリーボックブランドが人気が出始めた時期に集中してることもポイントで、いかに80年代前半から半ばに勢いがあったブランドなのかも伺えます。リーボックは70年代末期から米国へ本格進出するので、70年代のランニング・ジョギングブームには必需品となるランニングシューズ市場への参入が出遅れることになります。イングランド時代から海外進出自体は60年代にはすでにしていますが、前述したようにあくまで競技用のシューズが中心だったので、カジュアルユースとして使用可能なスニーカーなどは米国進出あたりから本格展開されたということになります。70年代にアメリカで沸き起こったランニングブームも80年代に入って落ち着いてきたところに、次はエアロビ、要はフィットネスブームが来るのですが、リーボックはランニングシューズに軽く見切りをつけたわけではないんですが、フィットネス用のシューズ開発にいち早く着手し、そして1982年に女性用にリリースされたエアロビシューズがもはや説明不要のフリースタイルです。このフリースタイルの成功でリーボックブランド全体の売り上げが好調になり、翌83年に登場したクラシックレザーはランニングシューズでオールホワイトやオールブラックというカラーリングながらタウンユース用としても履けるデザインで、これまた売れました。イングランドではパブシューという愛称もあるくらい親しまれています。クラブシーはもともとはクラブチャンピオンというモデル名でリリースされていたのですが、どこかのタイミングでチャンピオンが略されることになります。少なくても80年代まではクラブチャンピオンだったと思われますが、ブランドを代表する定番モデルでありながら、こういった基本情報がしっかり出回っていないことからも、他のメジャースポーツブランドとは違い、リーボックにはマニアが極端に少ないことも明らかです。ちなみに日本でも80年代はリーボックが大人気だったことが伺える情報として、80年代末期にはクラブ C はスタン・スミス以上に売れていたようです。そこまでの人気があり、定番モデルと言われながら21世紀に入ってからも生産休止期間などそのあたりは不明ですが、どこでも買えるというわけでもなかった時期があったので、いつ廃盤になってもおかしくはない状態が続いていたかと思います。そして2010年代に入ってからはクラシックレザーと同様にコラボモデルが数多く展開されるようになり、売上の面でいう最盛期から20年の時を経て再びその存在感を示してきてるという感じでしょうか。嬉しく思う反面、コラボモデルばかりが増えていくとミーハーに吐かれるので避けてほしい気持ちもあります。また80年代にはリーボックからも様々なテニスシューズが生まれましたが、70年代のナイキのようにこの時代のリーボックはデザインがよく似てるものが多いので、クラブ C 以外が定番モデルに定着してもおかしくはないんですけどね。80年代を代表する
比較的シンプルなデザインのテニスシューズを一部挙げてみると、 ACT600 フェイズ1 RTP リベンジプラス、あとは80年代後半に出たニューポートクラシックあたりですが、これらを見比べるとやはりクラブシーンが残るのかなとは思いますね。ちなみにニューポートクラシックは1989年登場の認識でしたが、今回調べたところ諸説あるようなので、ここでは80年代後半という表記にしておきます。こういう年代というのは15年から20年経った情報になってくると現在とは異なってたりすることも多々あります。クラブシーはテニスシューズですが、スタン・スミスのようなミニマムなコートシューズというよりはローカットながらややボリュームのある絶妙な佇まいです。この適度なボリュームがシンプルながら存在感が感じられます。そしてなんといってもアッパーに用いられているガーメントレザーがリーボックブランドならではです。現在でもインラインのクラブシー全てにガーメントレザーを使用してるわけではないのですが、この柔らかくて屈曲性があり丈夫な素材が独特な履き心地になっています。全体的にフィティングが抜群なところが大人になってから好きになった理由の一つでもあります。このガーメントレザーは最初にフリースタイルで採用され、その柔らかさから女性人気にもつながったわけですが、当時のナイキ幹部はこのレザー素材を見るなりバカにしていたというか、柔らかいレザーを良しとしない考えがあったようです。アッパーサイドにはロゴタイプとユニオンジャックが入っていますが、個人的にはどうしても国旗を入れるのは主張が強すぎると思います。単色のグレーなどであれば気にはなりませんが、これはなくしてしまった方が良いと思うんですけどね。イングランド人のプライドという感じが伝わってきます。話は変わりますが、アドミラルのスニーカーもデザインはとても好きだったのですが、いかんせん終端に入ったユニオンジャックの主張が強すぎて、おっさんになってからは購入しなくなりました。一応伝えておくと、イングランドという国は大好きです。むしろ一番好きな国です。終端ですが、現在は基本的にリーボッククラシックのロゴが入ってることが多いです。ついでなので、解雇中爆発でこのリーボックのロゴについて少し話したいと思います。このスタークレストと呼ばれるマークの登場は1978年でアメリカ市場へ本格進出する頃に作られました。当初はほとんどのシューズの終端にはこのロゴが配されるようになります。その後カジュアルラインとしてリーボッククラシックというアディダスオリジナルスのような一つのシリーズができてからはこのクラシックライン専用のロゴになっていきますが、90年代の一時期消えることになります。また現在のアラフォー世代にとっては馴染みが深いこのシンボルマークはベクターロゴと呼ばれ、実は登場したのは1992年と結構最近といえば最近で、我々にとっては10代を共に過ごしたロゴというわけです。リーボックのシューズのアッパーには見ようによってはアシックスのタイガーストライプに似てると言われるデザインが施されていますが、これはすでに70年代からは存在していましたが、改めてロゴとして採用されたのが1993年なのです。ベクターが採用されたロゴはとても好きで、私を含め当時の10代のメンズにはロゴマーク自体も人気があったと思います。この後2000年のロゴのリニューアル時にもベクター自体は残されたものの、使われる方がなんだか微妙なものになってしまいました。これはちょうどリーボックの影響力が弱まり出した時期にリンクしていますし、あくまでプレー用としてのバッシュの話にはなりますが、この辺りでリーボックを離れるきっかけになったバスケットマンもいたかと思います。90年代のリーボックといえばポンプヒューリーの登場があまりにも衝撃的ではありましたが、やはり
世紀末の10年を通してみると、圧倒的にバスケットシューズで名作が多く、当時バスケをしてた人で、プレー用のバッシュはリーボックが一番好きだったというタイプが存在したのも、現在の40代ならではだと思います。そんなナイキに劣らない奇抜さで存在感のあったバッシュの世界でも、2000年代に入ってからは一気に人気がなくなり、アレン・アイバーソンのシグネチャーモデルだけが孤軍奮闘してるという状況になっていきました。そして完全に割り果てた末に2005年にアディダスに買収という流れです。当時私が所属してたバスケチームでも、2000年代に入ってからはリーボック勢がいなくなった記憶です。その後ベクターロゴは2000年代後半に消滅したのですが、復刻モデルなんかではそのまま入ってるわけなので、一般的には消えた印象はないかもしれません。ポンプフリーなんかは目立つ部分に入ってますしね。リーボックはこの2000年代後半からフィットネス系の分野に完全にシフトしていくわけですが、2011年にフィットネスライン専用に使用されるこのデルタロゴが登場します。だいぶヤバいデザインですよね。悪い意味で。若い世代には人気があるんでしょうか。完全に上から目線で語りますが、ロゴ単体でどうかというより、シューズとの相性っていうのもありますよね。シュータンやヒールタブだけにしか入れないとかならまだわかりますが、ものによってはシューズのアッパーにこれが入るわけですから。例えばイタリアのスポーツブランドのロットを見てみると、これなんかはなんとなくデルタロゴとデザインが遠からずって感じですが、デカデカとアッパーに入ってるモデルも多く、競技用のスパイクならありかもしれませんが、街中で見た場合は思わず吹き出しそうにはなってしまいます。これも怒られそうですが、気にせず進めます。まあ好みは人それぞれなので、かっこいいと思う人はいるでしょう。しかし一般的にそう思うのは明らかにマイノリティです。デルタロゴに関してもこういった施され方も可能性としてはあるわけなので、あくまでフットウェアのロゴということを大前提に作るべきだと思うのです。フィットネスライン専用なので、ウォーキングやトレーニングジム用という扱いだったとしても、完全に男性受けしないデザインはどうかと思います。女性がメインとはいえ、一応男性用のアイテムもあるわけですし、事実としてデルタロゴが入ったスニーカーを履いている男性を街中で見る機会は非常に少ないのですが、おしゃれな男性が履いているのをただの一度も見たことがありません。ただの一度もです。女性にはそれなりに売れていたかとは思うので、そこまで評判が悪いわけでもなかったんでしょうけど、登場時にネットでは男性からはかなりディスられてた記憶もあります。それから間が空いて2019年、日本でもかなり長いこと90年代リバイバルが沸き起こってる中で、ひっそりとベクターロゴが復活したのです。これは90年代のリーボックが好きだったおっさんには嬉しいサプライズだったんじゃないでしょうか。そして復活からほどなく2020年よりベクターロゴとデルタロゴが一本化されることになったのです。ようやくデルタロゴが廃止され、ベクターロゴがマイナーチェンジされて戻ってくることになり、地味にざわついたのです。シューズのボックスデザインも以前までのシンプルすぎる魅力のないリーボッククラシックのものから馴染みのあるベクターロゴに刷新され、個人的には気に入ってます。そんなベクターロゴのカムバックがあり、喜んだ矢先にアディダスに売却されるという話なのです。別に売却されること自体はどうぞどうぞという感じですが、変な売却先になるなら当然アディダス傘下の方がいいですからね。話を戻します。アッパーとソールを直接縫い合わす、いわゆるおパンケ製法なので耐久力があり、得たりにくいので非常に長く履けます。バルカナイズではないので、アッパーとの素材感のミスマッチでバランスが悪そうな印象もしますが、そんなことはありません。
ベンチレーションホールは平行に整然と入っているのもクラブ C っぽくて地味に好きなところです。ただ一点、クラブ C ならではと言ってもいいマイナス点は、過去に何足も履いてきましたが、頻繁に履くわけでもないのに、どれもかかとの履き口あたりに毛玉が異常にできやすい点です。これはライニングに使用されてるのがテリークロス、いわゆるパイル生地の特性なのでしょう。昨年の2020年は誕生35周年ということもあり、アニバーサリーモデルがいくつも出ていて、思わず2足購入してしまいました。正直なところ、現在のリーボックのスニーカーは有名ブランドやショップとのコラボでない限り、ゴールデンサイズでも比較的セールになるまで残っていたりするので、セールを待てるというお財布にも優しいブランドなわけです。私は現在それほどスニーカー自体購入しなくなりましたが、それでも1万円以下で欲しいシューズを見かけると何も考えずについポチりたくなりますね。ただこのセールまで待っていても、ある程度のモデルは買えるという事実からも分かる通り、当然メジャースポーツブランドの中では売り上げが芳しくないことは否めません。そんな状況からか、昨年とうとうアディダスがリーボックを売却するとの話が出てきたのですが、今年の5月から入札が始まったとされています。そもそもアパレル業界の人間やスニーカー好きの人間でないと、アディダス傘下に入って15年経ってることも知らない人も多く、その時点でリーボックが売れてないこともわかります。こんな腐りきった SNS 時代にもかかわらず、非常に驚きますね。私のようなアラフォー世代で10代の頃にバスケをしていた人間にとっては、90年代にバッシュで存在感があったリーボックでしたが、10年ほど前にオフィシャルからバスケットシューズカテゴリーに関しては過去の復刻モデルだけの展開だけに移行して新しく開発することはないとアナウンスされて、バッシュとしてのリーボック終了宣言をリアルタイムで見るのは辛くもありました。ただアディダスが売却することになったので、今後もしかしたらバスケットボール分野への復活も少しは期待できるかもしれません。しかしここ40年間で見る栄枯盛衰がすごいブランドですよね。言葉を選ばずに言うと、やはりフットウェアとしてはいつまでたってもポンプヒューリーだけに頼りっきりで、新しいモデルでなかなかヒットが飛ばせなかったことも原因でしょう。もちろん開発は頑張ってたと思いますが、アディダスに買収された後のニューモデルで見てみると、一般的にはイージートーンで話題になったくらいかと思います。これもトレーニングシューズの一種とみなすと、タウンユース用のカジュアルシューズでは売れた新しいモデルがパッと出てきません。あくまで90年代までの復刻やアップデート版ではなく、完全に新しいモデルで考えてです。強いて言えば、往年のポンプヒューリーファンからダサく認定されたヒューリーライトが一時期目にしたくらいでしょうか。個人的には良いなと思うモデルもここ20年でいくつかありましたが、それらは街中でも着用されているのをめったに見ませんでしたからね。ブランドとして事務用などでは一定の需要はあったにせよ、こうして振り返ると本当に売れてなかったんだろうなとつくづく思います。ヨーロッパでは日本ほど悲惨な状況ではないかと思いますが、ちなみに2020年のリーボックブランドの純売上高は約14億ユーロです。あとはここまで衰退した要因として、2010年以降のニューバランスの女性人気も影響してるかと思います。アラフォー以上の世代でニューバランスを履いている男性は大概昔から履いていて、ここ5年くらいで急に履き出したタイプは比較的少ないかと思いますが、2010年以降のニューバランスはコラボも盛んになり、ポップな色合いのモデルやスポーティーなフォルムのモデルが登場してきたことによって、中年層を含む新たな女性ファンをがっちり掴んだんではないでしょうか。日本国内ではウォーキングシューズの売り上げが8年連続で1位ですからね。
といった感じで、だいぶ余談が長くなってしまいましたが、私は別にリーボックの関係者でも何でもありません。ただの90年代のリーボックファンです。バスケの試合であれだけリーボックブランドが履かれていたのを見れたのは90年代だけなのです。スラムダンクでも牧と信長が履いていたのが印象深いです。クラブ C は10代から履いてるわけでもないのでドヤ顔で偉そうに言えませんが、スポーツブランドのスニーカーを一通り履いてきた上級者にもぜひローテーションの一足に加えてほしいモデルです。以上、クラブ C の紹介でした。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。